こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界を伝えるチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの岩武蔵です。本日はね、はい、10日目が終わった時点で収録しております。はい、もう毎日様子が変わってしまいます。そうですね。9日目が終わった時点では松武蔵さんは琴桜がいいんじゃないかなって言ってたんですが、うん、そうそうそう、今日高安に敗れてしまいました。なんか高安がキーポイントになってないですか。そうですね。休場明け、豊昇龍に勝って、琴桜に勝って、大野里にもね、そう、休む前に大野里に勝ってんだもんね。だから優勝戦線の力士たちにみんな買ってきてるわけじゃないですか。でもやっぱり休んでましたんで、高安が今から優勝っていうのはないからね、ありませんので ね、うん、ね、まあ、大野里が昨日負けてどうなのかなと思ったら、今日はやはりいい相撲でした。やっぱり自力あるからあんな立派な相撲が次の日に取れちゃうんだよね。そうですね。こうなると大野里有利という感じになってきました。そうね。もう今日琴桜が負けたことにより大野里有利になってきたかな。でも分かんない。3敗まで星が落ちると、頑張ればまだ琴桜も、まだ3敗力士ね、何人かいるんで、見てる方としては面白いね。そうですね。高安が再出場から活躍してますけども、はい、あの若元春も再出場してるみたいなんで ね、 あ、そうね、はい、キーポイントになってくるかも分からないですね。そうでしょうね。このまま負けると、出てくる意味があんまりないから、そうですね、やっぱりこう力を出してくるんじゃないかな。そうですね。それでね、十両は遠藤が全勝してまして、すごいね。アップする時にはもう決まってるんですが、はい、若隆景戦が組まれてます。11日目にね。まあこれが一番のポイントだろうね。若隆景が勝つと星に並ぶわけじゃないですか。でも大野勝も、大野勝の活躍は、予想してた通りなんですけど、ね、まあ予想っていうかもう未知なだけにどこまで通じるかだけど、今場所は通じたね。そうですね。まあ、未知と言いますとね、幕下でもこれは未知の力だと言っています青錦ですとか、今回付け出しの草野も全勝してます、ね、6番相撲当たってるんで、これをアップした時にはもう勝負はついてるんでね、あの草野の魅力について語ってくださいっていうコメントもあったんですが、どうですか、青錦についてもコメントしてほしいんですけど、この二人、まあ、未知の力というのは。そうですね。まず草野は、本場所入ったばっかりなんで、何もわからない青錦に勝ってるか負けてるか。どっちを予想しますか。青錦かな。青錦はね、先ほどから未知の力って言うけども、強いですよ。幕下では腰を落とす感じではない。まあこの時点で負けてるかもしれないけども、青錦有利かな。そうですね。草野は、まず見た感じは、いい体してるよね。まずここが一番のポイントで、こっから幕下の中堅に行き、上位に行くにつれて、プロの体、プロの相撲になってくるんだろうね。今はもう体で勝てるような感じもしてる。青錦にしても、あの草野にしても、幕下上位まではポンと上がりそうな感じがしますけども、上がるんだろうね。幕下上位でどんだけ勝てるかだろうね。あの辺は層が厚いし、今場所も上位見たら、新十両を狙ってる力士がいっぱいいるから、これはもうあの死に物狂いですよ、みんな。その中で上位での全勝が富士星雲、そして風の海が当たってるんですけどね、まあ、富士星雲も怪我でせっかくの関取から落ちてましたけども、今回全勝したらまた復帰ですからね。十両でも勝ち越してこのまま幕内に一気に行くんじゃないかなと思った矢先の怪我だったんで、力が、ね、やっぱりありますよ。富士星雲と風の海6番相撲を勝った方が、次は青錦と草野の勝った方なんでね、この4人の勝負って面白いね。ぜひね、幕下も注目してほしいな。幕下注目だね。それでね、本日こんな質問をいただいてるんですけども、間違いの話なんですね。この前琴桜対浦という相撲がありました。浦は琴桜勝ったんですけども、浦が両手をついて待ち、琴桜は立ち合いを伺う展開から待ったとなりました。
相手に先に仕切らせ自分の呼吸で立つ方が有利と言われますが、2度目の仕切りでは意外にも琴桜が先に両手をついて待っていました。これはどういうことでしょうかという質問でね、私ね自分なりの感想なんですよ、うん、やっぱり相手に先に突かしてなかなか立たないっていうのは結構批判されるもとなので、うん、あ、待ったの後は切り替えてよし今度は先に突こうというふうに琴桜が思ったんじゃないかなっていうふうに私は感じたんですけど、松本さんはね違う見解だったので、ぜひそれを披露してほしいんです。うん、私もね、うん、この質問が来る前にその質問を見てて、うん、最初に裏が仕切ったなと思ったら、うん、琴桜がすごい嫌がったんですよね、うん、もう次の仕切りの瞬間に琴桜はもうしっかり仕切ったんですよ、うん、どっちやろね、いろいろ賛否の意見が言ってるんだけど、うん、大関に上がってんだったら、うん、裏の仕切りを受けろという意見もあったしね、うん、やっぱり琴桜も負けれない地位に来てるからね。それでどうなんですか、やっぱりね、うん、相手が待ってるのを自分のタイミングで立つ方が有利っていうのはそうなんですかね。これはね力士によって違うんだけど、うん、例えば、うん、この間の裏と琴桜の一番私が見ての、うん、心理状態を想像すると、うん、琴桜にしてみたら、うん、先に裏に仕切られると、うん、裏のペースで相撲が取られると思ったんじゃないかな、うん、あ、そういうこともあるんですね、うん、例えばね、うん、郷の山が仕切ってる時に、うん、豊昇龍が嫌がったっていう立ち合い、はい、あれはまた裏と違った立ち合いの意味があって、うん、こんだけ仕切られて当たられると郷の山のあの馬力の当たり、うん、ちょっとまずいぞという気持ちになって、うん、じらすっていうか、うん、豊昇龍が自分のペースに持っていったんじゃないかな、うん、で今回私が思うには、うん、裏はいろんなことしてくるじゃないですか、うん、仕切って当たっていなして足取って、はい、潜り込んでするから、うん、琴桜はこのペースが嫌だったんじゃないかなと、うん、なので次は、うん、もう自分のペースで相撲が取りたかったから、うん、裏に仕切らせずに、うん、しっかりと仕切って先に構えたと思うね。そうですか、うん、ということは先にこう仕切って構えてるっていうのが別に不利になるわけではない。まあその力士にもよるんだけどね、うん、後からババーンっていく力士もいるし、うん、しっかり仕切って相手が手をつくところを見て、うん、スターンと先に行く力士もいる。呼吸が合う瞬間っていうのは本当一瞬だから、うん、私は相撲って立ち合いが8割ぐらいを占めると思うんですよ、うん、8割で決まるわけじゃないよ、うん、ペースが握られちゃうんだよね、うん、特に裏ってか、うん、もう何してくるか分かんないんでね、うん、ことだからしたら嫌だったんじゃないかなと思う。それで1回待ったをして、うん、切り直しだったんだね、うん、ことだからすごい嫌がったなと思って。あ、なるほど、ね、単にどっちが有利不利じゃなくて、うん、まあ、相撲の奥の深いところだなと。そうそうそう、裏と琴桜の相撲だからこうなったのかもしれない、うん、誰でもかんでも先に仕切ったら琴桜が嫌がるわけではないと思う。なるほど、ね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またチャンネル登録お願いします。